はい、いけます。それではパレオエメラルド、パレオありがとう。拍手ありがとう。パレオありがとう。音符ありがとう。音符ありがとう。
黄緑のペンライトとピンクのペンライトありがとう。音符ありがとう。ミラーボールありがとう。音符ありがとう。ハートありがとう。パレオありがとう。ピンク黄緑のペンライトありがとう。星ありがとう。ピンクのペンライトと黄緑のペンライトいっぱいありがとうね。パレオありがとう。歌声がとても可愛い。ありがとうございます。パチ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 。あ、え20分までだった。そうだ、あと20分あった。間違えた。バラありがとう。パチパチありがとうございます。はじめまして、こんにちは、こんばんは。ありがとうございます。顔ゆらゆらして歌うのめっちゃ好き。ありがとう。ちょっとルンルンになっちゃって。今の作は3話くらいですね。3話ぐらいか、5話ぐらいかも。追いパレオ、追いパレオする。まだいける。え、ミスってた、ミスってた。ちゃんの歌がやっぱり大好き。嬉しい。何がいい。おいパレオする。パレオ何がいいかな。今日も可愛い。ありがとう。あ、本当だ、アバター変わった。無限パレオするの。パレオありがとう。エンドレスパレオ、本当に本当に言ってる。後輩に星投げさせた。え、ナイス、ありがとう。追いパレオマジであり。いいよ。何、アコースティックバージョンってどういうこと。サクサクパン食べました。いいじゃん。あ、コップ大好き。パレオの違うポジ、え、さ全部歌ってたんだけど今。あるの16シンパシーはね、この前歌ったけどいいよ。みんなが良ければ全然。パレオアンズモノマネにばいじゃん、むず。どんな、わからん。アンズは、アンズどんな歌い方。え、コップあるだって。パレオありがとう。詩人ないんだよな。詩人作も見たけど入ってなかった。桜部になってありがとう。え、どうする、本当にパレオ。どうしよう、何がいい。こんばんは、ありがとう。こんばんは。サクセンターのの放課後レース。そう、チャイラブないんだよ。悔しいよね。コップ、コップ、コップにする。え、久しぶりだ、コップ。いいよ。放課後レース、放課後レースはある気がする。え、どっちがいい、こう放課後レースかコップだったらどっちがいい。懐かしいね。もうなんか放課後レースとコップって聞くとさ、もうさ、あれじゃん、お披露目じゃん、この並びはね。梅雨狩り時歌ったんだ。どっちもあるよ。どっちもある、うん、どっちもあるだね多分。放課後、今日はコップ、両方いけるかな。え、とりあえずどっち、コップの方が多いかも。コップ、はい、行きます。え、めっちゃ久しぶり、歌えるかな。はい、行きます。自分の中のコメディー、そう、フェスでやりました。嬉しい。さ
風に木々が揺れた一瞬の影にそばにいてほしいと君を思った。もしもこの世界が日向だけなら寂しいことなんてきっとないだろう。恋する日々は自分が自分じゃない、息するだけで切なくなってくる。木漏れ日はこの僕の迷いなんか晴らしておくれ、雲一つないような青空になりたい。何も遮らずに君の瞳見つめながら、ただ好きだと一言だけ言葉にできたらいい。僕は君の何を知っているのだろう。遠くから眺める愛しさの森、君に話しかけて振り向いたって、微笑みは心の一部でしかない。恋をするたび光を追い求める、歩き出したら迷ってしまうのに、ただ想いささやかなこの願いを叶えておくれ。枝の隙間に見える大空を知りたい。できることはずっとここから見守ること、今好きだと言えなくても夕日を待ってたらいい。カレオありがとう。こんばんは。ピンクのペンライトありがとう。コップの中を外から眺めても、想像をするだけじゃ中身はわからんよ。木漏れ日よこの僕の迷いなんか晴らしておくれ、雲一つないような青空になりたい。何も遮らずに君の瞳見つめながら、ただ好きだと一言だけ言葉にできたらいい。その奥の影一つ目をそらさない、太陽の優しさと強さが欲しいんだ。そこに存在する木々の唯一包み込んで、大好きだと声に出して自分に言えたらいい。こんばんは。ピンクのペンライトありがとう。コップの中の木漏れ日でした。はい、ありがとう。ペンライトありがとう。パレオありがとう。音符ありがとう。パレオありがとう。ペンライトありがとう。ピンクと黄緑のペンライトありがとう。ピンクペンライトありがとう。ハートありがとう。バラありがとう。拍手ありがとう。こんばんは、ありがとうございます。ハートありがとう。パチパチありがとうございます。歌声好きすぎて本当に嬉しい。最高最高。酔ったら会いたくなる。佐久間会いたいよ。こんばんは。はい、じゃあ
え、いけるね。放課後レース行きますね。放課後レースはこの前ぶりですね。はい、行きます。よーいどん。貨物列車が通り過ぎてく、ガタンゴトンという音がさ、教室の窓ガラス揺らしたらもうすぐあと1分でチャイムが鳴り、僕らは自由になれるんだ、もう下校タイム、さっさと出て行こう。真っ青な空、夏の匂い、校庭を走り抜け、駐輪場を止めてた自転車こぐんだ。君より先に先に着きたい待ち合わせ場所のあの丘へ。今まで僕が負けてるし、どっちが好きか好きか、今日はそう、今日こそ意地を見せてやる、そう思ってきたんだ。二人の方がバイの坂を登って、小さな教会を曲がればさ、目前だ、ひまわりが揺れている斜面、リストウォッチをちらりと見て、日差しに祝福されようかも、ウィニングラン後ろ気にしながら、恋はいつだって勝負なんだ、女子には負けられない、弾む息も汗だって本気の証さ。君より先に先に着きたい、いつからか向きになっていた、記録をつけ始めたよね、どっちが早く早く来るかって、愛しさ試すロイヤルティ、ずっと負け越してきた屈辱放課後レース。こんばんは、ありがとう。君より先に先に着きたい待ち合わせ場所のあの丘へ。今まで僕が負けてるし、どっちが好きか好きか、今日はそう、今日こそ意地を見せてやる、そう思ってきたんだ、二人の方からレース。君より先に先に着いたよ、自転車を僕は押しながら、目指したゴールのベンチへ。ところが君が君がいたんだ、笑顔で僕に投げキス、私の方が好きよ、余裕の恋人です。放課後レースでした。ありがとうございました。かわいい、ありがとう。パチパチ、ありがとうございます。おいパレオ、いける、いけるな、いけるな、これは。おいパレオする。拍手ありがとう、ハートありがとう、音符ありがとう、星ありがとう、ありがとうございます、ハートありがとう、ペンライトありがとう、音符ありがとう、ペンライトありがとう、ピンクペンライトと黄緑のペンライトありがとう、ピンクペンライトありがとう、黄緑ペンライトありがとう、拍手ありがとう、ハートありがとう。オイパールをください。わかりました、オイパールをします。パレオはエメラルドリメイク選抜オーディションということでね、
ボイパレオです。はい、はじめまして、ありがとう。いいから、いけますよ。いや、いけます。じゃ、間に合わなかったら途中で終わりますね。くれる燃え上がる情熱の季節をパレオはエメラルド腰に巻いた夏海の色を映してる。パレオはエメラルド潮風の中で大人になった少女よ。昨日までとどこか違うで、僕は君に恋をしてしまった。島はまだ誰も知らない進化にあふれる。妹のようだと思ってた心の窓が開いた。ロマンスはいつも突然愛しさに気づいた。ハッとするエメラルド目を奪われてゆく。知らなかった美しさ。ハッとするエメラルドイノセンスな時微笑むだけの少女よ。やばくない？やばい、いける？これいけそう？パレオはエメラルド腰に巻いた夏海の色を映してる。パレオはエメラルド潮風の中で大人になった少女よ。世界中で一番綺麗だ。僕は君に恋をしてしまった。はい、切りますね。ありがとうございました。ランキング発表。13位は山村さくらちゃんの方、ありがとうございます。12位はこういう方、メガネの、ありがとうございます。ありがとう。11位は山村さくらちゃんの方、ありがとうございます。ありがとう。10位は猫の亀の方、ありがとうございます。ありがとう。9位は
イコラブさんの方、ありがとうございます。ありがとう。8位はカステラニャンの方、ありがとうございます。ありがとう。7位は猫ちゃんの方、ありがとうございます。ありがとう。6位はこういう方、ありがとうございます。ありがとう。5位はワンちゃんの方、ありがとうございます。ありがとう。4位はハートの方、ありがとうございます。ありがとう。3位はトラの方、ありがとうございます。ありがとう。2位はリーゼントの方、ありがとうございます。ありがとう。そして1位は山村さくらちゃんの方、ありがとうございます。ありがとう。皆さんありがとうございました。いっぱい歌えましたね。ペンライトありがとう、ハートありがとう、ハートありがとう、音符ありがとう、ペンライトありがとう、星ありがとう、ありがとうございました。最初から勝手に切れるはず、勝手に切れる。ありがとう、ありがとうございました。お疲れ様でした。明日の配信は1回目は17時45分からなので、ぜひ来てください。お願いします。スクショ。はい、ありがとうございました。リクエストもコメントも星投げもカウントもギフトもありがとうございました。バイバイ、ありがとう。バイバイ、おやすみ。